どうもどうも、井上馬でございます。ノーミルク佐藤です。さあ行きましょう。今日こちら撮ってたヨーロッパの日本人選手のまとめ話、はい、いやー、我々ね、激推しチームの皆さんじゃないですか、これはね応援していきましょうよね。シーズン始まっておりますから、はい、はい、そうですね。ということで、新たにですね、イングランドのチャンピオンシップが開幕したり、はい、あとオランダが開幕したりなどなどと、いろいろこう始まってきたというところもあるので、誰が活躍したのか、どこのチームが勝ったのか負けたのかなど、いろいろ見ていきたいと思います。はい、皆様、毎日やってます。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、今日は日本人選手50人ぐらい出てきたい、出てきますよというところで、はい、見ていきたいと思います。まずはイングランドチャンピオンシップ関連の、情報こちらでございます。はい、ドーンというところで、下にいろいろ色分けとか書かせていただいてるんですけど、チャンピオンシップがまずは開幕いたしましたと、はい、たところで、まずブラックバーンに広島から移籍した、大橋祐希選手、開幕から、点決めました。おー、素晴らしいね。そうだね、見ました、ビデオで、はい、見ました。うん、素晴らしかった。まあ、それで、まあ、途中から出てきましたけど、まあ、勝利に貢献しました。みんなにね、抱かれてましたよなんかウェルカムでゴール裏も喜んでたし、もうブラックバーンの大橋でしたね、もうね。いや、そうでしたね。ブラックバーンのビッグブリッジでしたねっていうことですよね。黒板選手って人がいたら一番いいんですけどね。はい、なんかでもなんか、おーちゃんって呼ばれてるらしいですね。おーちゃん。おーちゃん。かわいいですね。いいですね。いいよね。はい。ということで、大橋選手、いきなりの活躍で。はい。はい。あとはね、実はな、今のところ、坂本選手も、まあ、コベントリー所属ですけど、まあ、開幕戦スタメンで出て、残念ながらただストークに敗れてしまったっていう形です。はい。はい。我々的に言うと、これ収録したのは月曜日の夜だってところがあって、これから、橋岡選手が、なんか皆さんはもう結果知ってると思いますけど、ルートンの試合だけをこれから行われるという形で、ルートン単体バーネが月曜日の夜中、出るということでしたと。であと残りで見ていくと、平川選手が、まあさん、やっぱりあれだ、オリンピック初戦の怪我は短くなかった。ああ、そうですか。で、あららなんでね、あと、まあ、8月いっぱいは無理そうですね。そうなんだ。ということでございます。なので、もうちょっとだけ、デビュー戦は先になるかなというところ。まずはね、じゃあ生活と練習場に慣れてしっかりね。ですね、まずはね。はい、であと、これから、中山雄太選手がもしかしたらストークシティなのか、あとは斉藤光輝選手が、クイーンズパークレンジャース、PR に加入するんじゃないですか。いいですね、いいですね。はいはいはい。はい、あと、チャンピオンシップじゃないんだけど、その下、リーグワンですね。いわゆるイングランドの3部相当のリーグのところでも、開幕しまして、三好浩二選手が、スタメンでしたと。はい。で、横山 AM 選手は、その試合の直前に移籍が決定してるので、さすがにベンチとかも、なくという、これからってことになります。なるほどね。はいはいはい。こんな感じでいろいろ見ていきたいなと思うんですが、はい。ちょっとこのリーグ先にちょっと伝えたいなというのがありまして、はいはい。とんでもないことになりました。ベルギーリーグなんですけど、シントトロイデン、スタメン日本人5人出ました。はあ、ウクボレオブライアン以外がスタメンでしたが、アントワープ相手に1対6の敗戦でした。いやー、ね、やられちゃったみたいでしたね、我々の激推し。そうなの。いや、3連敗ですね、これでね。ちょっと監督危ないかもしれないですね。オリンピック代表帰ってきたけど、まだあれなのかな、連携の部分なのかな。まだと思います、ね。はあ、はあはあはあ。ああ、これはいかん。いやー、ちょっとね、なかなかっていうところで、その国ボレオブライアン選手だけが、ベンチって感じだったんですけど。だからなんじゃないの、これ。いやー、次変わるだろうね、まさか。こりゃ変わるでしょ、これは。そうだね。逆に誰なのよ。ザイオンの後でキーパーやって。ブライアンがいるのにキーパーやらしてもらってる子は誰なのよ。コッペン選手って方なんですけど。コッペン？コッペン？コッペンス。でも、正直、そりゃそうだろうってちょっと僕も思うのが、だって、ブライアン、ちゃんと練習し始めてまだ4日とかだもん。なるほど。なるほど。こりゃ使い続けるよね、一旦ずっと一緒にやってきた国よという。なるほど、なるほど。でも、ただ、ちょっと厳しかったなと思うので、多分ブライアンには変わるんじゃないかと思われます。なるほどね。ちなみに、ただ、唯一取った1点に関しては、日本人の連携からの伊藤亮太郎からの小川亮也という左サイドを突破し決めたものでございました。なるほど。ただ、次の試合に向けて、またね、どういうふうに改善していくのか、ちょっと注目してます。はい、はい。あと、日本人いっぱいってところで言うと、コルトレイク。はい。
コルトレイクに関しては、うん、日本人選手3人がスタメンでございました、うん、藤井春也選手、そしてあと金子拓郎選手、高宗選手全員スタメンでした。はい、その中で金子選手が得点は決めたんですが、残念ながらデンデルに敗れてしまった、ちょっとなかなか難しかったなというところと、あと右側いても今回実は日本人所属チーム1個も勝つことができずということになりました。ヘントはシャルルロワに 0-1 敗戦、横田くん、渡辺剛くんがスタメン、シュミット選手がまあベンチというところでしたと、うん、でどうやらこのヘントにはさ、伊藤敦樹くんがこれから加入するんじゃないかという話が、ほう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 、裏はもう離脱したということなので、多分これからメディカルチェックとかってことで、多分この動画が出てる頃にはもしかしたら移籍加入発表されてるかもしれない、うん、見逃せませんね、ベルギー、ね、うん、日本人が同じチームにたくさんいるみたいな、本当ですね、はい、ね、はい、はい。あとはそれぞれ町田浩樹選手がサンジロワーズで、あとは秋元隆弘選手がルーベンでスタメンでした。なので、うんうん、ベルギーに所属するフィールドプレイヤーは全員スタメンだったんですね。ああ、すごい。これはすごい。これはすごいね。すごいことだと思う。いや、すごい時代だわ。あ、本当だわ。どん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 ね、行ってもらいたいですね。そうですね、うんうん、あ、素晴らしい流れが出てきている、はい、はい、うん、はい、そして今度ドイツ2部見ていきましょう、はい、はい、うん、まあ、こっちもそう、まあ、ドイツ2部だけじゃなくて、あとその下の下部リーグもってところなんですが、はい、デュッセルドルフでは田中碧、アペルカンプ、シンターカール2人ともスタメンでしたと、うん、でハノファではムーロヤ君、ニュルンベルクでは奥貫君、あとは下部リーグのところではハノファの下部組織で松田隼人君、ストカルトの下のところでね、チェイス・アンリー君、あとブレーメンの下部のところでサツコ・キン君、みんなスタメンだったよ、はい、はい、で、なんかこの中で伊藤達也選手がまさ、あの、うん、マクデブルグで途中から出場だったんですけど、うん、実は珍しくというか前半15分ぐらいから出ました。うんうんうん、怪我人って感じだね、はいはいはい、ただね、今伊藤達也くんもしかしたら8月中に移籍があるんじゃないかと言われていて、うん、あの今マクデブルグだと今ベンチからのスタートが多くなってるんですけど、はい、なんかカールスルーエとか、ほう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 、なんか何チームからか、いわゆるもうスタメン格で来てくれないか。あ、そうなんだ。いいじゃないですか。うん、へえ。だから、マクデブルグでも、うん、なんていうんですかね、こう、もう、最後、こう、交代のこう切り札みたいな感じの使われ方、毎回してるんですけど、うん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 、もうだから、どこ行ってもいい、なんか活躍、これからも見られそうだなってところがあるので、なるほど、なるほど。はい、これからどう移動があるかどうか、うん、そこら辺も注目していきます。わかりました。はい、はい。はい、うん、中でちょっと嬉しい話は次、オランダ&ポルトガルというところを見ていきたいなと思いますけれども、はいはいはい、スポルティングになったわ、ちょっとオランダまず行きましょうか、はい、左からでございますと、うん、まずはオランダリーグ開幕しまして、フェイノルト上田綺世選手が、途中からの出場でございます、うん、僕は得点アシストとかはなかったんですけど、前回ね、スーパーカップでも得点に絡んだとかいろいろありましたから、ちょっと好調の流れは続いてるのかなと。素晴らしい、やっぱありました、はい、で今日一番話したのはここです、まず、うん、AZ、うん、マイクマ選手、うんうん、スタメン出場でございましたが、お MOM と書いてある、素晴らしい、あのね、はい、やった すごかったな、敵陣にもガンガン行き、はいはい、そして、デュエルほぼ全勝、うん、であとキーパスだのなんだのみたいな、あらゆる数値でもうほぼ試合内トップのものを全部叩き出して、うんうんうん、もうあの海外のデータサイトの評価点総なめみたいな、この試合で。おー、はいはいはい。デビュー戦よ。すげえ。わー、じゃあ、鬼門もでかいってこと証明してあるんですね。そういうことですね、ここは、ね。はいはい、素晴らしい。もうちょっと A セットの中でも、だから、なんか雪なりの後をこう、うまくついてくれてみたいな。ね、ポジションも一緒だしね。そうなんですね。おー、なるほどな。いいですね。指定高推薦枠、サイドバックの。いや、そうだから、ね、もしマイクマックが誰か行くときには、うん、日本からまた誰か行ったりとか。いやいやいや、本当ですよね。嬉しい話。へぇ、日本産のね、右サイドバックはめちゃめちゃいいよねっていうね。ね、なってってね。はい、はい、はい。そして、その次は NEC 内名編の話で、まあ、小川幸喜選手が今、怪我でね、ちょっとね、負傷欠場中なんですけれども、うん、開幕戦、佐野皓大選手、やっぱりスタメンだったんですが、なんと得点を上げまして、うん。そうですね。なんかもう、佐野皓大選手は去年の後半戦なんかもそうですけど、もう出りゃ点取るかアシストするかみたいな、ずっと続いてますからね、うんうん。なんかちょっとこの活躍今後も続けば、ちょっと大岩ジャパンではね、パリオリンピック行くことはできませんでしたけれども、森安ジャパンの方にってことも結構。いや、そうですね。はい、はい、はい、はい。
うん、そしてちょっと右側に行きますけど、右上のところがスパルタ・ロッテルダム、うん、はい、ミッドシュンでございます、うん、まだ終わって間もないってところでしたけれども、練習試合でもスタメンかなんかで当初も出てて、で、はい、今回の公式戦でもちゃんとスタメンでしたと、うんうんうん、斉藤光輝くんはね、先ほど言った通りおそらくはイングランドチャンピオンシップの方に行っちゃうってところありますけど、ミッドちゃんの方はこっちでまた頑張るよって、はい、これから、ね、はい、そしてポルトガル組はまあ2人になっちゃいましたが、スポルティングの森田選手、あとはジルビセンテの藤本選手もスタメンでございましたと、うんうんうん、はい、というところです。で、最後はちょっと他にも、さらすとのシート、うん、他のごちゃっとしたところになるんですが、うん、こんな感じでちょっと見ていきます。はい。はい。素晴らしい。うん、素晴らしいのはセルティックですね。うん、ハイバニアに 2-0 で勝利、フラシー強豪旗手レオの2日目、大事な途中から出場という形でございましたと。うんうん、はい。はい。まあ、セルティックはなんか、去年がちょっと大丈夫かっていうのシーンが結構ちょこちょこ序盤戦から垣間見られたんですが、うん、なんか、あっ通してる感が今年はしっかりありますね。はいはいはい。ラス体制の中で。素晴らしい、安定してきた。うん、なんかいいなと、ね。セルティックらしいね、勝ち方が続いてるっていうことで。いい感じですね。うんうん、はい。そしてあとはハーツは残念ながらダンディに敗れてしまったんですけども、うん、田川選手は鹿島に移籍しましたが、小田雄太郎選手は、うん、もう最近はずっとね、途中から、先ほどの伊藤達也選手のような感じ で途中から絶対出てくるみたいな感じの、はい、枠をしっかり掴んでるなというところ、うん、なるほど、なるほど。はい。あとは先ほど橋岡君もそうでしたけれども、右上のところでポルトガルの一部の福井太一選手、アローカ所属に今年なりましたが、うん、これも月曜の夜中、あとは中村康介選手、こちらポルトガル2部になりましたけどね、ポルティモネンセは。はい。これも月曜夜なので収録後の試合開催というところでございます。あとのところででは、なんかすごい活躍続いてるのが、まさに右下のところで、うん、レギアワルシャワ、はい、森下選手、うん、なんか先週も得点したよって話したんですが、うん、今週も得点を上げております、うんうん、なんかどうやら、サイドじゃない、はい、なんか攻撃的ミッドフィルダーやってるような感じですね。なるほど。どっちかというと中、ほう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 、いわゆるインサイドハーフっていうかシャドウみたいな、やってるみたいで、新気づか海外行くとね、その良さありますよね。固定観念にとらわれないからね、そのスケットだからこれやってくれって言われてやらざるを得ないしね。そうなんですね、簡単に移籍もできないし、そうすると新しい部分が伸びたりとかね、外国の人から見たら、お前この味付けの方がお前美味しいんじゃないかっていうのもあるんでしょ。そこで伸びたりするわけだから。あるんだよね。ああだもしまた次この日本代表戻ってくるときあって、うんうん、ちょっとその時ウイングバックとかサイドバックじゃないかもしれないですね。いやー、ね、いいね。でもそっちは戻れるわけだから。そうですね。ね、すごいな。なるほどね。というところでございます、うん、はい、あとは、ここで今日のシートとしては終わりなんですけども、うん、今週末からは、うん、ドイツのブンデスリーガ以外はもうみんな開幕って形になっていきます、うんうん、なんでいわゆる森保ジャパン の主要メンツ、まあ、あとプレミアリーグとかそういうところも全部開幕していくよっていうのがあるので、うん、なるほど、はい、またちょっとね、うん、日本人の活躍多くなってくると思いますから、うんうん、動画の中でもたくさん伝えていきたいなと思います。わかりました、ありがとうございました。ミロカメンチやってます、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。サブラフォアール、そしてね、タオル、マフラー、うん、そして、ステッカーも売っております、ぜひよろしくお願いいたしますということでございました。ということでまたお会いしましょう。井上真理でした。ノーミサトでした。ありがとうございました。じゃあね、またです。